富山県内の一地図立山温泉は、富山県中新川郡立山城にかつてあった温泉。元の立山温泉は、廃湯となっているが、その湯を源泉として引いた立山山六温泉を、立山温泉として扱うこともあるので、ここでは両者について述べる。なお、1908年に出版された、立山案内では、廃湯した立山温泉の泉質を、流出船。 摂氏55から56度。効能は、異病、関節感、腺症神経、痛風、打撲、梅毒、草毒等に顕著と記載している。立山黒部アルペンルートや立山カルデラに近く、立山山毒温泉はそれぞれへの観光の拠点になっている。立山温泉は立山カルデラ地内にあった。1580年、深見六郎衛門によって、 立山温泉が発見された。本格的に温泉地として整備されたのは1770年以降である。その功能並びに立山信仰の拠点にもなったことから、江戸時代は非常に賑わった。しかし、立山カルデラ内の非常に不安定な土地にあったこともあり、1858年の飛び越し地震に伴う土石流によって温泉街は壊滅した。 後1869年頃になって新たな源泉が発見され、温泉街が復興した。この頃、立山山独温泉にも、立山カルデラ内から引き輸されて営業が行われていることがあったが、現在は、立山山独温泉内にある源泉による。明治時代に入り、立山神道が一時的に開通したことや、立山参拝参考が始まると、 温泉利用客数が増加。さらに1906年に、立山砂防事務所が温泉内に設立されると、1941年に、同事務所が水谷平に転するまで、温泉側が事務の一部を代行するなどして、繁栄期を迎えた。最盛期の建物は、2階建て旅館、2階建て大旅館、自炊館、雑益不祝者、牧家の大宿舎3棟、小宿舎。 大平屋建て、二階建て倉庫、事務所、別館、売店、発電所、一般大風呂二棟、乗客風呂一棟、薬師堂などの建物が林立していた。1944年に立山砂防が工事を中止すると、温泉自体も1950年まで営業を休止している。1969年に発生した豪雨により、温泉への道が被害を受けたことと、 1970年に、立山黒部アルペンルートのバス路線開通を受け、1973年に、廃油した。廃油した立山温泉跡より2キロメートルほど、西側、立山砂防の現地事務所などがある水谷平の近くに、砂防工事関係者向きに作られた天外の湯と呼ばれる、露天風呂があるが、付近への立ち入りが制限されているため一般の人は、利用できない。 ただし、立山砂防見学会の参加者向けに、足湯が後から作られており、見学会に参加することで利用することができる。2017年度、富山県により、旧温泉付近で地熱開発を目的とした、掘削調査が行われることが発表されている。江戸時代、経営者が薬師如来を祀る夢を見たことがきっかけで、薬師堂が建立された。以後、 温泉では経営者が変わっても、薬師如来を祀られるようになっていた。戦前には、佐島と呼ばれる同士が、薬師堂に詰めており、温泉客に、薬師如来の演技や東方浄瑠璃世界を上手に語り、来訪者に信仰を深めさせていた。1984年、地元有志らの手によって、薬師堂の跡地に、飛び越し自身の被害者らのための慰霊碑が建立された。新田次郎、 剣岳店の木菜を俳優となった立山温泉を含む立山カルデラ一帯は国土交通省による砂防工事が行われており現在危険防止のため立ち入りが厳重に制限されているそのため現地を訪れるには立山カルデラ砂防博物館が定期的に主催している見学会などに参加する必要があるありがとうございます